ろしくお願いします。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。やめこどすがめちゃめちゃいいです。めちゃめちゃいい香りします。よしよしです。トロトロトロトトトト、なんかアホゲめっちゃアホゲが立ってる。こんにちは、こんにちは。身長伸びた、身長伸びたかな、測ってないからわかんないや。こんにちは、こんにちは。4本刺した、そう4本刺しました。いいですね。んなんか3本なってね。あービビった、なんか重なっててさ3本に見えて今びっくりしちゃったよ。どっか勝手に行ったんかと思ったわ。ふふ、無意識変えた。お、本当にお揃いじゃないですかってことは。お揃いの代わりだ。疲れも取れたかな。取れますね。なんかね、頭がすっきりする、すごく。そうなんです。お、ケオンパチさんハートありがとうございます。ケオンパチさんバラもありがとう。ありがとうございます。トゥ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 。勉強してたの？勉強してなかった。今日は弟くんのあの美容院に付き合ってました。買おうかな。ぜひぜひ、超いい匂いですよ。今日はかわいい。テネちゃんお風呂上がった後に病院行くって言うて、ついてってついてって、でそのままショールームでございます。今日これ普通、ほんと今日これ普通です。いや、いつも普通だから。髪の毛伸びたでしょ。そうなんです、伸びたんですよ髪の毛。この間ももちゃん、あのリッセンの妹のあのリセももちゃんに、あの髪いつも綺麗だから何使ってるのって言って、今ももちゃんとお揃いなんですよ、ヘアオイル。ヘアオイルお揃いなんです。伸びたよね髪の毛。でも夏はねくくりたいから伸ばしてるんですけど、冬はねどうしようかなと思って、切ろうか切る前か、切る前か切ら切るか切ろうか、ん？どっちも同じみたいな、切ないか切るかみたいな、そんな感じです。でいたろ、綺麗な髪。皆さんもお揃いのヘアオイル使いましょう。伸ばそうかな。じゃあ学校休みが出て寝込んだかと心配した。今日体調悪くて、朝からすごい体調悪かったから今日学校休んだんですよ。私休んだんですよ。でもう治ったんですけど、薬飲んで治ったんですけれども、でさっき LINE 来たんですよ、友達から。今日教頭がなんか「ひよるちゃんは？」って教室来てたよって。なんか第五人格のレベルが100まで上がったから自慢しに来たら、ひよるちゃんいなかったらしいです、教室に。そりゃそうで、休んでるから。やんちゃんはって来てたらしいです。なんか第五人格100までいったって部屋に自慢しようとしたら、で LINE 見たらね、教頭からも来てましたね、ちゃんとスクショが来てました。100までいったよっつって。また頭痛、なんか頭痛じゃなくて、あの気分悪くて、ずっとやばかった。言うとも100回もうね、ずーっとやってるらしい。親友です。京都の友達だ、本当に。京都の仕事は何？京都の仕事なんだろうね。でも僕校長より働いてるとか言ってたけどね。やだな、じゅう。お、さすが。さすが。お、くまさん、ハートありがとうございます。ハートありがとう。そうなんですよ。校長より働いてるよ、僕って言ってたけど。
何してんのか分かんない。いつも大体なんか学校徘徊してるイメージがある学校徘徊してるイメージ。部屋の学校の校長先生はすごく話が長いです。めちゃめちゃ話が長いです。すごく、それはもうすごく例えるならリンゴ5000個食べてるより長いお、コマさん、アジサイありがとう。アジサイかわいい、ありがとうございます。そう、すごくすごく長いです。今日ここ巻いてないんだよね、まっすぐそれはこうちゃんと間違いない、間違いない。ただラブで満たされる今夜、トゥ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 ルトゥ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 ル。教頭ファン歴2年目の俺らよりずっと上やなでも教頭と出会ったのも1年半とかだけどねお、タカさんバラありがとうございます。バラありがとう、タカ 100% バラありがとうございます。かゆい、ほっぺかゆい、なんか荒れちゃった。でもすぐ治る。あのさ、朝にここの口の上にね、なんかこれニキビかと思ったの、プチってできてて、でもね治ってんだよ。すごくない？ヒャラの肌の治癒能力治癒能力マジ高いんで、もう治ってんの、やばくないですか？朝起きたらここにプツってなんかできてて腫れてて、あ絶対これニキビやん、最悪やと思って、口の上にニキビはマジで最悪と思って、で今気づいたんですけど治ってる治ってる、マジやばい、治癒能力マジやばい。あ、皆様見てください、こちらこちらこちら、ついにヒャノちゃん、ついに、ついにヒャノちゃん、ついに、ついに、ついにですね皆様、ヒャノちゃんここのここ最近やけどしてなかったんですけれども、やけどしました。最近やけどしてなかったんですけどね、私それちょっとした自慢だったんですけど、あの今日耳ジュッてしましたここピアスやだ、痛い、やだよ、ピアス開けないよ、部屋の注射も嫌なのに、嫌だよジュッてしました、こうやってこうやって、いつも通りこうやってね、あやかけてます、シューって、もっと奥も取ろうと思ってこうやってジュッ、あ痛かったです、すごく暑かったです、すごく目が覚めました、目が覚めました。やけどとピアスはどっちがいいって、ピアスでしょそりゃ、やけどは一瞬ではないけど、私もやけどは慣れました慣れたけどさ、ピアスは針でしょ、針ずっとぶっ刺してるとこって結構えぐくない？なんかもう考えたら、ピアスってさ響きは可愛いしさ、それはイヤリングよりピアスの方が可愛いのはたくさんあるけども、ピアスってさ耳にさ針をずっとぶっ刺しとくってことでしょ。ヘアちゃんそんなの耐えられないよ、痛いの無理だから。太もも幼稚やばく、太ももまだ治ってないからね。でもまあ薄くなってきてるけど治ってないからね、太もも慣れちゃう突き抜けるときが痛いだけで、部屋の開けるとしたらショールームで開けるわ開けるとしたらショールームで開けますね、部屋のは。うん、しかもお医者さんに開けてもらう、お医者さんに開けてもらいますこれで今からショールーム実況開け配信まだかも高速で行かない、多分ピアスねダメって書いてない、うん書いてないです、うちの学校高速め死ぬほど緩いんで。
で、上野さん、あの、なんだっけ、あのベロにさ、あの穴開け、ベロピアスじゃなくてベロを2枚に切るやつあるじゃん、こうやってカシャみたいな、あのヘビみたいになるやつ、ヘビみたいなのあるじゃないですか、あのあれ可愛いなと思って、そう可愛いなとは思ったんだけど、でもベロ切るのってヤバくない、やばくない、怖くない、可愛いなとは思うんだよ、すごくね、可愛いなとは思って、そうが可愛いなとは思うんですけれども、なんか写真撮るときにさ、ベロ出すときにさ、こうやってここが2本ベロここにベロここにこうやって出たら可愛いなと思うんだけど、でも矢野ちゃんは一生できないと思います、痛すぎてやめとき、やめるわ、いや無理、そんなベロ切るとかもやばいよ、そんなの無理だよ、あの痛すぎて。あとね、なんだっけ、ここにさ、こことここに穴開けてさ、こうやってなんかポールみたいなやつ刺すやつあるじゃないですか、トラガスだっけ、なんかそんな感じの名前のやつあるじゃん、あれも可愛いなと思うけど、ここに穴開けるって、こんな分厚いさとこに穴開けるって相当じゃない、ガチャンって開けるってことでしょ、痛い。でも矢野さん、何回か友達にピアス開けるのやったことあるんですけど、もうめっちゃ怖かったもん、その時、え本当にこれ大丈夫、え本当に大丈夫なのと思って言ってこれ本当に大丈夫、これ押すよっつって何回か そう開けてます、私何回か。大丈夫これ本当にっつって、ヘッドピアスなんか息できなくなるらしいよ、痛すぎて、本当に痛すぎてね、マジ息できなくなるらしい、聞いたけど、開けてた子になんでおへそにピアス開けるの、見えないじゃんね、見えないとこにピアス開けても意味あんのと思ったよ。でもあと鎖骨にピアス開けてみたいんだよね、ヒヤの鎖骨綺麗だからさ、ヒヤのマジヒヤの誰よりも鎖骨綺麗だと思うんですけど、自分が、私鎖骨フェチなんですけど、自分の鎖骨が一番綺麗だと思うんですよでね、あのこの前鎖骨のピアス開けてる人がいて、あ綺麗だな、あ可愛いなと思ったんだけど、痛そうだったからやめる、もうピアスは痛い、この鎖骨のちょっと下に開けてる人が多かったんですけど、もう痛いでしょ、なんでそんなとこに、もう見えないじゃん、あの服着てたらそんなとこ、思いましたね、ひやのちゃんは。だから開けるとしたら、ひやのはここしか開けないと思う、ここにポツンって開けるぐらいかな、鎖骨たちが分かる、ショールームで初めてかも、鎖骨フェチ分かってくれる方、嬉しい、今すごく鼻に開けたら牛やんこうやってここに開けたらさ、お水飲んだらジョーってここから出そうじゃない、だって部屋のさ、ちっちゃい頃さ、予防接種あるじゃないですか、予防接種さ、受けるのさ、いつものかかりつけの病院行って、ちっちゃい頃かかりつけの病院行ったら、なんか、すいませんお母さん、あの大きい病院でやらせてくださいって言われたらしいよ、部屋のが騒ぎすぎて、もう走り回っちゃって、病院の中やだーって走り回って、もう逃げて走り回って、ちっちゃいとことかこうやって入って逃げようとして、すいませんお母さん、あので大きい病院でちょっとやってもらってくださいって言ってましたね、ひやちゃんちょっと問題児だった、病院で、だってそんな、なんでっていうの、この前のさ、あのインフルエンザの、去年のインフルエンザの握手会の時にやってもらえる、じゃあ去年か
去年の時に握手会の時にやってもらえるなんかインフルエンザの予防接種はマジ号泣しながらやったもん。本当に嫌すぎてメンバーの前で泣いたの初なぐらい泣いたもん。ミスターめっちゃビビってたもん。えってなんで泣いてんだみたいな。そう号泣しながらやって、で去年のそう AKB コールの予防接種を号泣しながらやったんです私。本当に嫌すぎて。で去年それが去年なんですけど、去年はもう逃げ回りましたマネージャーさんから、マネージャーさんから逃げ回りました。あとくまちゃんだけだよやってないのって、私本当にいいですよ、私絶対ならない自信あるんでっつって本当にあのやらないならない自信あるので大丈夫ですっつって。そうなんですよ、あなた自信あるので私っつってやってましたね。本当にマジでならない自信あります私、大丈夫ですよってね逃げ回ったんですけど、結局やらされました。本当に嫌だった、本当に嫌だった。セーラー服返しですよ、セーラー服持ってないですじゃあガチセーフ返しでもするセーラー服あのなんちゃって制服のセーラー服は持ってないですね私。映像なのかな、どうでしょうね。カメラさんも多分引いてたと思う、こんなに泣くみたいな顔やだよ、使わないでしょセーラー服とか、使わないよ使わないよ、そんなの京都に怒られる確かに確かに。セーラーとブレザーどっちが好き？あの私中学校ブレザーだったんですよ、だからブレザーの方が好きなんだな、好きなんですね私は。てかブレザーの方が圧倒的に私は自分で似合うと思うでも友達からはセーラーの方が似合うって言われたんですけど、いやな自分ではブレザーの方が絶対に似合うと思う。他に泣いてたメンバーいた？え、いるんじゃない？だってハリ嫌いな人結構いるっしょ、いるっしょ。え、いないのかな逆に。学ラン、学ランいいよね、学ランめっちゃ好き、学ランめっちゃ好き。男子の制服だったらブレザーより学ランの方が好きや、お部屋の。でも自分はブレザーでネクタイをしたい、ネクタイをしたい、うん、ネクタイこうやって結びたい、かっこよくね。でも今さネクタイあってもネクタイあってもさ、なんかここにプチプチでつけるやつとかさ、ここにカシャってさつけるさやつの方が多いじゃないですか、ガチのこうやって結ぶネクタイより。それがちょっとね、それがちょっとないわそれがちょっとないわ。ネクタイ男なら会社入ったらいいから、でもいやでもネクタイしたいな。うちの地元ブレザーから学ランとかセーラー服に変わってた。ええやんええやんええやん、蝶ネクタイだね、ほら確かに蝶ネクタイキュッて。そうなんですよね、制服のある仕事かな。受付嬢したいな。アテンションプリーズ、あ違う、これはあれや、これは全然違うわ。ネクタイ結んでほしい。もうネクタイのエピソードといえばやっぱあれだよあれだよ、去年のねハロウィンの時に、あの友達とねハロウィンの広島渋ハロまではいかないけど、めちゃめちゃ盛り上がるんですよハロウィン、本当に超盛り上がるんですよ。で何回も多分話したことあると思うけど、あのハロウィン超盛り上がって超盛り本当に盛り上がるので、あの友達ね、あのいきなり夕方にハロウィンの全然ハロウィンあの配信あると思って、配信あるから別に行くつもりなかったんですよ。そしたらなんか友達から電話かかってきて、やの
空いてるって言って、うん空いてるよって言って、ハロウィン行こうよってもうその日に決まって、もういいよって言って、で、あのコスプレとか何も持ってないから、とりあえずハーレークイーンのメイクして、赤と青にこうやってメイクして行ったんですよ。そしたらね、もういろんな、もうめちゃめちゃ友達いるわけよ。で、その友達の一人がなんかネクタイを結ぶコスプレしてて、でもネクタイ結べなくて困ってたの。これどうやって結ぶのって言って、 YouTube とか見ててさ、調べても無理で、え、むずくねって言って、 OK 任せろっつって、ヒアノとその友達で、サラリーマンの方をね、3人組のサラリーマン見つけたんですよ。なんか上司と部下と部下みたいな感じで歩いてて、すいませんって言って上司の方に声をかけて、すいません、あのネクタイ結べますかって言って、その人ネクタイしてたから絶対結べるだろうなと思って、そしてね、あのネクタイ結んであげてもあげてもらってもいいですかってお願いして、おーいいよーってめっちゃノリ良くて、そのサラリーマンの方も、あの友達ネクタイ結んでもらってました。それをめっちゃキャーキャー言いながら、あの動画撮ってましたね、みんなで超懐かしい思い出。だから多分、おかえり、人のネクタイ結ぶの難しい。そうなんだ、そうなんだどうやったの。そう、撮ってた、こうやって部屋のはずっと爆笑してただけだけど、友達は撮ってましたねジオシ優しいなんかその二人の部下の、お、ちょっと結んでやってくださいよみたいに言ってて、おー、じゃあ行くわって言ってましたね。だからでもすごい盛り上がって、めっちゃガチの、あのガチのコスプレしてる人もいたので、今年はマジで、あのちゃんと全、あの当日行こうじゃなくて、ちゃんと計画立てて、ちゃんとコスプレ、あのハロウィンコスして行こうぜっていう、いうことをね話しておりましたので今年はちゃんとしたいと思います。それ見るから、そうなの、その人めっちゃスルスルやってたから、こうやってキュッてネクタイいいよね。何のコスしようかな。でその友達と話してるのは、可愛いのしたいよねってなって、あのプリクラ撮りたいからさ、可愛いのしたいよねってなって、何をしよう、何がいいかな、何があるんだろう、ドラキュラとかしようかな。ドラキュラ、ここに歯つけて歯つけてさ、ドラキュラしようかな。キョンシー可愛いよね。去年めっちゃいた、キョンシー、部屋の友達も教師してた。いいね、いいよねここに血のりつけてさ、歯つけて、どれくらいしようかな エイト君受ける。今度どの例はネクタイするかも。じゃあネクタイ縛ってあげるわ縛れないけど、ネクタイできないけど、ゾンビもいいね。なんか顔面全部緑に塗ってさ、エイト君ね、もうかぶるだけやん、かぶるだけやん、エイト君、あのお人形さんポリスも可愛いんだよな。ポリスも可愛いんですよね。それがヒロアカか鬼滅かだよ。似合う、ゾンビ似合う、部屋の不死身そうだもんね部屋の不死身そうだもんね。なので、そう、学ランとネクタイの列やから、鬼滅を、そう去年も鬼滅結構いたんですけど、とどね、とどろきくんいいよね。こっち半分白にして、こっち半分赤にして、とどろきにしようかな白でどれも、それな、白のでドラえもんなのかな。ここに鈴だけつけて、鈴となんかポケットさ、青い服に縫い付けてさ、ひなめらメイド服あんで。これさ、スクール時代の時にあのスクール時代にユニット組んでたんですけどそれのメイド服まだありますよ、私あるある、あります、あります。やだ、しないよしないよ。やっぱ学校の制服もあるよ、もちろん。お、小林さん、あいさん、ありがとう、あいさん、ありがとうございます
ありがとうございます。バニーガール、バニーガールってなんだっけ、バニーガールってなんだっけ。ニコさん、ニコさんいいね、いいね、いいね。着てやだやだ、まだ着れるかな、着れると思うな、着れると思うんだけど、ほらありますね、まだまだある。懐かしいな、懐かしい懐かしいな、もう着ることは一生ないだろうけど、なんであるかはちょっとわかんない。キャラキャラボスのハートありがとうございます。ハートありがとう、ありがとうございます。着てやだやだね、そう、あのめっちゃ服がかかってんの、なぜかここにメインの服もかかってんねん。正直と一回だけあるね、めっちゃ前だけど、めちゃめちゃ前に一回だけありますね今来てやだよ、やだよ、着てほしい、やだやだです。メイド服はメイドさんが着るものです。でもメイドさんじゃないのでセーラームーン、セーラームーン、あの金髪にしてツインする、握手会できて、握手会できて、握手会できる、握手会できるのは考えるわ。ちょっとハロウィン配信今が楽しみ、あ、お楽しみに。こうなったら京都のコスプレ、いや京都の、京都がいつも着てるさ、なんかジャケットみたいなあるんですけど、それ借りてコスプレって言おうか前メロ、ひなメロの、いいね、ひなメロのなんかかぶって、ひなメロ、ひなメロわかんないメロ、メイドの土産できて、なんでやねんなんでやねん、京都ルパン、あ、確かに確かに京都、マジでマジで本当にルパンの画像を調べて、それが京都だから、ほんまにあのルパンが子孫ですかっていうぐらい、あのルパンによる、ほんまに顔見たらもうルパンにしか見えん。なんか街中で、あの広島の街歩いてて、なんかルパンみたいな人おるなと思ったら、それ絶対京都やからマジでほんまにルパンにしか見えん、もみあげとか絶対絶対意識しとるやろうと思うぐらいルパンやから。イケメン、いや、イケメンじゃないけど顔まで、顔まで、顔まで、ルパンググったら絶対あれやから、今度よろしいことあったら横気をつけて、めっちゃ見て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 、京都 ルパン歩いとると思った、あ、京都やみたいなありますね、あります。今年のハロウィン京都と歩こうかな、部屋の、あの部屋のはなんだっけ、なんだっけ、二郎じゃなくて、二郎じゃなくて誰やっけ、二郎だよね、なんやっけあ、そう、次元や、次郎ってなんやねん、次元や、それや、いや、次元になるから、こうやって変顔失礼しました。身長低い、高い、身長高いですね、京都は高いし、足すっごい長いです。でもだからマジルパン、リアルルパン、リアルルパン、足長いし細い、あと背高い次元になる、ここにおひげ超えて、そう、マジ本当にルパン、本当にルパンなんですよ、細い、めっちゃ細いし、あの足長いし身長高いで、顔がルパンフジコちゃん、フジコちゃんのさ、モノマネヒアノめっちゃうまかったよ昔、今はできるか知らんけどなんだっけ、なんとか、何警部だっけ、何警部だっけ、ちょっと名前忘れちゃった、なんとか警部、そう、とっつぁん、とっつぁん、なんだっけ何警部だっけ、あ、銭形や、それやなんだっけ、ちょっと待って、今回ばかりは
銭形警部に感謝しなきゃね。ルパン似てるくない？似てない？似てるくない？ルパン、今回ばかりは銭形警部に感謝しなきゃね。似てないな、ちょっと似てない、ちょっとなんかちょっと似てるよね、ちょっとだけ、ちょっとだけ、もうほんとちょっと似てるっしょ。似てるくらい、ちょっと似てるでしょ。ルパン、なんかちょっと似てるっしょ。似てるのが、似てるの、似てる、これは似てるんです。セクシーさが足りない、うるせえ。うるせえ、ひなめは16歳だからセクシーさとかわかんないメロン。似てる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 、もっとセクシーに、うるせえ。うるせえ。もう少ししっとり、しっとり感、しっとり感、声に潤いってこと。うるせえ、うるせえ、勇気ありがとうございます、うるせえ。いいの、いいんです、ひらめろだからいいんです。いやでも赤いレザー着てバイクブンブンしようかな、バイクブンブンしてこうやってこうやって。しのぶさん、しのぶさんね最近下手なんですよ私。なんか最近鬼滅見てないからさ、わかんない、最近もうヒロアカしか見てない、やな。あと弟とあの夜寝る前にあのプロジェクターで、プロジェクターで1日2本あの配給見てます。配給、今は春高のあの全成寺だっけ、西成寺だっけ、全成寺かなんかと戦うとこです今は。そうプロジェクターで見てるんですよ、映画館です、お家が、お家が映画館でございます、プロジェクターでね、ここにプロジェクターのなんかプロジェクター専用の大きいなんかあの映すやつ、白い映すやつがあるんですけど、それをやっております。こんにちは、こんにちは、お家で映画館開催してますのでね今。ルパン似てないな、練習しよう、あの藤子ちゃんならいける気がする、あれですよ皆さん、7月17日にさ、今日から俺はのさ劇場版放送されるらしいよ。でもさソーシャルディスタンスやからさ、映画館どうなんやろな、どうなんやろね。ミスターと話したんだけどさ、でもソーシャルディスタンスを言って、なんか普通2個間開けて座りそうやから一人で行ってるみたいでつまんなくねみたいな話をしてたんですけど、何日くらいあるの、何日くらいなんだろう、わかんない、うん、横が2メートルかな、横が2メートルの縦、縦ヒアロの身長と同じぐらい、もっとあんのか、もっとあるか、全然もっとあるわ、わかんない、何インチなんだろう、わかんないっす。小井先輩誰もありがとうございます、誰もありがとう、トゥル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 トゥントゥントゥルトゥントゥントゥルトゥルトゥン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 トゥルトゥントゥントゥルトゥルトゥントゥントゥルトゥン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 トゥ行くぜ、今日30分ぐらいかなと思ってたらいつの間にか経過してたわ。ドゥーン、13位高い 100%。
さんありがとうございます。12カイスさんありがとうございます。11キラキラボさんありがとうございます。11さんありがとうございます。キラズリムさんありがとうございます。8号元ネタバトさんありがとうございます。7位クマシロさんありがとうございます。6位ペロペロペロんペロペロしょうだなんだっけペロペロペロリンチョさんありがとうございます。5位コバさんありがとうございます。4位クラカギシュラさんありがとうございます。サイノさんありがとうございます。2位バンクさんありがとうございます。そして1位はドゥルル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 ドゥンケオパチさんありがとうございます。ケオパチさんありがとう。ありがとうございます。キャッチフレーズをしたいと思います。もっともっとって言ったら奥もっとって言ってください。いきますよ。もっともっと奥もっと。ありがとうございます。笑顔と元気を届けます。広島県から来ました16歳のんのんこと奥もとひろんです。よろしくお願いします。イエーイ、よろしくお願いします。はい、ということで皆さん今日も見てくださってありがとうございました。キャッチフレーズ今やったよね。部屋のやってよね。キャッチフレーズやってよね。ビビるビビる今ニワトリバリに記憶力なかったわ。あれと思ってニワトリバリだったわ。はい、ということで皆さん今日も見てくださってありがとうございました。明日もまたしたいと思いますのでぜひ見てください。それでは3、2、1、0アデュー、バイバーイ。ありがとうございましたバイバーイ。ニワトリバリやったわ今。おやすみなさーい。